今日は、アイソレーション、首、肩、胸、腰の順番でちょっと4週に分けて、アイソレーションをやってみようと思いますけども、イミーさん、自信の方は？胸と腰はなんとなく、はい、渡部さんはどうですか？全くできる。はい、じゃあ今日はちょっと渡部さん得意のアイソレーション、まずは、分かりやすく首からいきますか、一番上から。じゃあ、ちょっと、2人とも大変かもしれないんですけども、いきなり、音でやってみようと思います。見てる方も一緒にやるという形で。で、一応ここに貼っておきますけども、首が横に動かない人は、簡単な動かし方、僕紹介してますので、これやれば誰でも、1週間で首が横に動けるようになりますね。はい。じゃあちょっと音で。で、首やるときに、なんとなくでいいんですけど、足でちょっと軽くリズム取りましょう。リズムが止まってこうな棒立ちになってしまわないように。なんとなくリズム。じゃあちょっと斜めで。まず首を前に。じゃあ今度後ろ。1, 2, 3, 4, 7, 8, 1, 2, 3, 4, もう一回。
はその場で体だけね。で最後にこうワンツースリそうすればこういう形になります。これをただ一気にこうやってるだけなので 1,2 ですね反対も同じ。ただやっぱここが最初はね筋肉痛になっちゃいます。ここで首をずっとこうやってるとだんだん首のねこの周りの脂肪が取れて細くなっていくので、女性の方はねあの綺麗なラインが出ると思います。というわけで渡部さん、じゃあお願いします。はい、チャンネルの高評価、SNS でのシェアをよろしくお願いします。バルの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、では、首のアイソレーションでした。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。